こんにちは、波紋犬ヤサル。メッセージありがとうございます。動画上げるだけだったら気づかない恐れがあるんで、必ず私にこんな動画作りましたって送ってくださいね。多分ね、動画上げただけでは私の YouTube のサジェストにかかんない可能性が高いんですよ。だからね、気をつけて、気づかないことが多いと思います。今まででも動画上げたけど気づかなかったんじゃないかなと思いますね。で、今回まあなんかめんどくさいということなんですけども、やっぱりね、動画のやり取りってめんどくさいんですよ。めんどくさいんだけども、中には返事をしたくなるような動画もあるんですよ。だからそういう動画を作ればいいんじゃないかなと思いますよね。もう返信をしなければめんどくさいの動画っていうのはやっぱり、めんどくさいような内容になってると思うんで、厳しいですよね。それは率直な意見として。じゃあどうやったら楽しんでいただけるのか、どうやったらためになると感じていただけるのかってことをちゃんと企画してるかなってことなんですよね。そのためには吉谷さんがどんな人間で何を求めていてね、どうしてほしいのかってことなんですよ。例えばね、吉谷さんにドリームアカデミアに入りたいんですけどみたいな動画を送ってみるとか、逆にドリームアカデミアはあれでしょって、一部の人しか成功しない詐欺塾でしょと、しかも値段上げるとか言って脅して、よくあるパターンで、金を踏んだくってね、で結局何もしない、もしくはコンテンツがたくさんありすぎてどれから手をつければいいか分かんないから諦めちゃうみたいなところを狙ってるんでしょみたいなことをね、やってみるとかね。で、いろいろついていかないといけないと思いますよ。もしくはドリームアカデミアに対する自分なりのね、なんかこのいいところとか、ドリームアカデミアに入ってこんなに良かったよみたいな体験談とかレビューとかっていうのができればいいかなと思いますし、ドリームアカデミアっていう塾に入った人との、まあ、対談っていうんですかね、この中でもドリームアカデミアで結果が出てない人の対談っていうのがすごくいいと思います。だいたいね、塾の運営者って儲かった人みたいなのばっかり取り上げていくんですけども、大半の儲かってない人の声っていうのは全然聞いてないんですよね。だからそういう風にするべきかなと。逆に言うとですね、儲かってもいないのにずっとファンでいる人の方が貴重な声を上げてくださる可能性が高いんですよ。だからそういうこともいろいろとね、動画のネタとして投げかけてみてはいかがでしょうか。ちなみに私の動画を見てる方で吉谷さんっていう存在をね、知ってる方ってのはほとんどいないと思いますし、いたにしても速稼塾の内容とコストと比べてですね、ドリームアカデミアは何か何をやってるのか分かんない上に高いんですよね。なんかだから結構ね、吉谷さんに興味を持たない方が多いんではないかな。まあ興味は持つけども、積極的に情報を取ろうと思う方は少ないんではないかなと思いますけども、その辺の見解いかがでしょうか。では。